ハロー YouTube、 ハローリックスでーす。じゃーん、今日はミニストップで本日発売されたちくわ天カレー味を買ってきました。イエーイ、早速試食タイム。じゃーん、これがちくわ天カレー味です。なんか思ったより大きくてびっくり。朝食のりと比べても 1.5倍あるかな。じゃあ早速半分に切ってみたいと思います。あー、カレー全部出てきちゃった。これじゃ意味ないじゃん。だーん、ちくわの中身がない、出ちゃいました。もうギクスが重たすぎた。どうしよう、カレー全部出ちゃったじゃん。よし、でももう半分は無事だからそっちを食べてみよう。友達に頼まれてもう一本買っといたんだよね。これでちょっとカレーだけ食べる実験してみようと思います。まず端っこだけ切ります。さっきみたいに押さないように。これでここからカレーを吸って味見したいと思います。よし、じゃあギークスがちくわの端っこからカレーを吸ってみるよ。Today's Geekers Point. Thank you, the points up. Geekers! とっても美味しかったけど、結構地味な商品だったかな。また食べたいと思える味だったし、全部で3種類の味があって、ポテサラと、明太子ポテサラの味もあるらしいから、試してみようと甘くて。ギークスがカレーを吸った後のちくわならまだ残って